金財を送られました。まあ、福島のというものをなんかまた改めて感じましたけれども、どんな思いで今回の取り組みをされたんですか。そうですね、最初は農業改善で熊本の農業結局熊本に通って福井が私たちのお付き合いが始まっても8年になるんですけども、そういう中にお互いの県にやっぱりあの法の鳥熊本では日本南メダカというのがあって、子どもたちの教育上にも非常に役立っている。じゃあお互い子どもたちを伸ばす活動の中の一つに環境活動も一緒に合わせてやっていこうじゃないかってなって、それで向こうと合意したんですね。さあ今年がそれを一番やる年だったんですね。そのために準備はしよったんですけど、まあ、残念なことにこの心があって、福井からこのお越しになる16日もお越しになる予定だったのがちょっと今回触れない。もちろんもう無理させるわけにはいきませんからね。それでこういう除菌剤を自分たちのつながりの中に持ってるので、ぜひあの熊本の人にも活用して、お互いが笑顔で今後も連携した活動で要件が頑張れるような件にしていければいいなということで、私たちにプレゼントいただいたからですね、この中島君が一番そういうボランティア活動も盛んだし、お父さんお母さんじいちゃんばあちゃんたちの絆も強いところですから、まあ、この地域を一つのモデル地にできれば環境活動もこういう衛生環境のこういう活動もあの県内に広がるんじゃないかなということで、ここを一つあの配布先に決めたところです。私たちはこういう活動をやってますから、なんかこの皆さんたちの取材をいただいた内容で県内でそういうことに関心があって困ってるというところがあれば、遠慮なくご相談されればうちの方でできることはやりますので、そしてそういう製造メーカーとかそういういろんなその試験内容のデータとかもちゃんと開示しながら、安心してみんなが早くあの就職に向かうような努力をした方がいいんではないかな。県庁の方にそういう担当者もちゃんと挨拶をしながらぜひ遠慮なくご連絡いただければと思います。まあ、この除菌剤どのようにしていただけますか。内部にはやっぱり感染率が高いそういう学校だとか幼稚園とか、例えば老人ホームなんかあの非常に重症化する部分が大きいですよね。だからそういうようなところを優先的に活用しながら扱われたらどうだろうかなというふうに思ってます。今あの手元にそういうボトルを置いて手をあの洗って、はい、入館してくださいというふうに置いてはありますけど、ほとんど守れていないんですよね。それはもう何割実際なさってるでしょうかね。だからやっぱりそういうところの手洗いとか除菌という、ま、あのマナーも守っていく、そういう学習の場にも今今回の災害は強くあの意識を高めてる取り組みじゃないかなと思いますけどですね。もう全くないです。マスクとこの除菌剤がですね。だからそういう意味で、はい、そうですね。だからそういう部分のパイプのいい声の今私たちがありますから、なるべくそういう部分に応えて優先的に熊本に協力いただければということで、もう向こうにも打診しましたら、あの全面的にあの効果が良ければ今後とも協力していくという話をいただきましたから、もう喜んでまたそこに甘えていい結果を熊本から発信していきたいなと思いますけどね。ありがとうございます。いいえ、こちらこそお世話になります。頑張りましょう、お互い。ありがとうございました。すみません、ありがとうございました。はい。